最高気温 32.9 度まで上がった長崎市。盆の入りの今日、町を見下ろす斜面地の長崎市筑後町の墓地には、暑い日中を避け、朝から墓参りに訪れる人の姿が見られました。親戚10人で訪れたこの家族は、みんなで墓を掃き清めた後、墓前に花や線香を手向け手を合わせていました。お墓はみんなでお掃除するものっていうのはちゃんと分かってるんじゃないかなと思いますね、はい、子供もこうやって、一緒に来て、まあ、顔見せれたけんよかったかなと思いますけどね。あさって15日には初盆を迎えた個人の霊を送り出す伝統行事、精霊流しが行われます。